こんばんは、ピヌさんです。ドラゴンスレイヤー、外伝、眠りの王冠をプレイしていきます。よろしくお願いします。まさかこの年になってこのゲームをすることになるとは思いませんでした。ね、子供の頃にね、プレイしてクリアまでは行ったことないんだな。初めからにしましょう。名前はどうしよう。名前か。名前じゃあピヌオにしますか。いつもの。いつものピヌオで。はい。そう、選べるんですよね。ナイト、ウィザード、ハンター、タンカーで。このゲームの人気どころというか面白いのはこのタンカーっていうモンスターを食べる、なんでしょうね。キャラクターというか職業がいるんですよ。で、ハンターが矢を放つのかな。ウィザードは魔法使いですね。今回はね、会える必要はないんですけど、ナイト選択していきます。王道っぽいですよね。ある日のこと。ディラン殿はおられるか。ディランは確か親父じゃなかったかな。何用だ。ああ、そんな感じやった。うんうん。グラフィックこんな感じやった。王様がお呼びです。ボタンを押してもセリフ前に進みませんね。王様が、うむ、わかった。どうかなさったの？王様に呼ばれてな、城まで行ってくる。ピヌオ、おとなしくしているんだぞ。お父さんが死ぬか、行方不明になったはずなんだよね。おお、ディラン、よく来てくれた。実は相談したいことがあってな。どのようなことでございますか？私にできることなら何なりと。実はドラゴンが復活してしまったのじゃ。それは一大事、すぐに封印しなければ。おお、やってくれるか。一刻を争います。早速出かけましょう。すまん、頼れるのはお前だけなのじゃ。すまんな、急に旅支度をさせて。すごいね、メッセージ簡素だけど進んでいきますね。王様のためですものを気をつけていってらっしゃい。うん、メッセージね、すごい短いんだけどちゃんとストーリーがわかるね。ピヌオ、母さんを頼むぞ。嫌な予感がするわ。お母さん病気になるんじゃなかった？なんだ貴様らは、話せ。ポイズン様、こいつです。我らを封印しようとするのは。愚か者、我々に逆らうとは思い知れ。うわー、親父簡単に死んだ。あれはあの人の声。親父、あなた、母親いしゃー、まだそんなところにいたのか。虫けらども、めちゃー。お母さん連れ去られる？もしかして。それはないか。あ、絶望の音楽。おお、気がついたようじゃな。まだ間、メッセージ送りできませんね。トカゲの化け物に襲われて、この程度の怪我で済むとは運のいいやつじゃ。じゃが、母親の方はひどい怪我をして危険な状態じゃ。そして父親は、ダメじゃ、わしには言えん。言ってくれ。死んだんであれば言ってくれ。なんか魔物に変身したんだったら言わないでくれ。お母さんの前を素通り。
あ、こっから動けますね。ちょっと気持ち重い感じはしますけど。魔法なし、道具なし、装備なし。そうか、セーブが、わあ、なんか、めっちゃ強いセーブデータ入ってるな。セーブがどこでもできるか。スライド式、切り替え式。スライド式かな？これはね、壺とか調べていったらなんかあったっけ？何にもないか。装備整えないと。母親は北の洞窟に住む化け物の毒を受けて脳を長くは持たんじゃろう。ロゲの村に生えているアルミズ草があれば薬を作れるのじゃが、アルミズ草ね。お前も無理はするなよ。どうじゃな、休んでいかんか？いいえ。無理は禁物じゃぞ。ママに話を。苦しい。これは、長く持たんね。もっと早くここに来ていれば、ディラン殿は死なずに済んだのに。王様のところにまず行きますよね。一応、村もまあまあ、広いんすよね。確かね。そうそう。これ魔法屋かな？いらっしゃいませ。目だ。目だ買う。いや、目だを買うというよりは、武器防具が先だな。間違いなく。ロゲから北に行くと泉があります。ロゲから北に行くと泉。これそうなんだ。そういえば空き家って入れるけど、誰もいない、だよね。ここはセルナンデです。まぁ、ちょっと徘徊させて。誰もいないね。道具屋。最近南の方で地崩れがあったそうです。いらっしゃい。あー、ちょっと待って。一通り考えてから。装備を整えてからですね。装備、あるね。武器屋あるけど。よし、武器屋を見つけたら、まず、城に行こう。お城へようこそ。ようこそいらっしゃいました。宝箱だ。フィノーは宝箱を開けた銅の塊。銅の塊？これ説明ないだろうな。そうね、説明はないね。錬金とかなかったんじゃないかな。売り物な気がする。あんなところに宝箱が。お城、広いよね。あったあった。怪盗シールド。このね、この効果音、すごい、印象深い。これで買わずして、そうそうそう、そういうことですよ。でもなんか、新しく装備が手に入ったら強くなったかどうかわかんないな。まあ、ゆっくりやっていきましょう。これね、なんだ、言っても、まあ、どこでもセーブ機能があるようなもんだから、ボス戦の前とかいいよね。重宝するね。王様だ。王様はディラン殿が亡くなって以来気を落とされていらっしゃる。まあ、そりゃそうだろう。なんということじゃ。ディランほどの者が倒されるとは。王様。王様。モブじゃないか、もう、ただの。ダメだな、この城は。もう一体どんだけ働いて税金を納めてきたか。何も役に立たん、王様。ちょっと武器を買いましょう。よっしゃい。ショートロング。
ああ、ロングソードだね。鎖肩ペアと怪盗シールドはもう持ってますから、これを装備して、で、これ装備、お、かなり強くなった。で、残ったお金で薬草は必要だね。こんにちは、こんにちは。薬草は欲しい。魔法ね、回復魔法は欲しいけど、お金ないんで、まあ、薬草変えるだけ。いや、でも、モンスター倒したら、ゲットできたような気もするな。そうなんだ。ナイトって、そうだ、思い出した。近接だから、結構戦いしんどいはず。まあ、出発しましょう。最初はね、この道沿いに行けばいいんですけど、私ね、昔、ここの下、ね、行けるようになるんですけど、あれもうすでに行けるな。こっちに来たことはあります。ただ多分これのモンスターは超強いと思うんで回避。あー出てきたね。これね、戦ってるととりあえず危ない、撃たれた。レベルアップするんですよね。なんか右下のカウンター上がってってんじゃないですか。あれ100だったかな。ちょっとレベル1個だけ上げさせて。いっぱい行くんだけど。めっちゃ強いんだけど。100で上がったような気がするな。やばいやばい。めっちゃ湧いてくるな。上がった。よし。これでレベルアッププラス、ちょっと回復もしたな。待って。HP と、HP と、MP が上がったのかな。でもレベル1だ。どうしようね。とりあえず、ストーリーを進めましょうか。ああ、暗黒の街です。ごほごほ、ここはロゲの村です。セルナンデの兵士が西から来る魔物を食い止めています。彼らがいなければこの村は魔物によって滅ぼされていたでしょう。村をね、こう救うと音楽と見た目が良くなります、確か。よっしゃーい。大丈夫だ。イン。ああ、これもう完全に機能だね。なんだろう。ヒントが欲しいですよね。ひとまず。これも特に必要ないな。お金。お金ってモンスター倒して稼げなかったか。アルミス草だってごほごほ、この木のせいでみんな枯れちまったよ。絶望。絶望の情報をね、手に入れましたけど。ダグという若者が霧の原因を突き止めに行ったっきり帰ってこんのじゃ。ダグね。いらっしゃいませ。メダ。メダなんだろう。メラなのかな？それとも回復なのかな？ちょっとレベル上げは必要よね。王様の許しがなければここを通すわけにはいかん。それに西の魔物は子供の手に負える相手ではない。なんかまあ唐突に旅に出ることになった主人公ではありますが、まあ一応名目としてはお母さんを助けるっていうことにしておきましょう。あれこれさ、村の上に泉があったんだけど、その泉を悪くしてる魔物がさらに北にいて、そいつを倒しに行くんだよな、大雑把に。このゲーム実況ですが、まあ、自分でも懸念してるんですけど、ところどころ無言になると思います。どうしようね。ちょっと、もう一回100狙い。
ちょっとあの飛び道具というか攻撃やだな、来たな。ワニ？あ、わ、めっちゃモンスター湧くじゃん。この辺でやってると、ちょっとスタートから離れてると宝箱落とさなかったかな。あ、落とした。あ、そうか、あれだ、思い出した、銅の塊売るんだよ。アイテムを売ることによってゴールド稼ぐんだよ。あれ、なんかめちゃくちゃ HP だけ上がったな。あ、これこういうやり方してたな俺、子供の頃。それだとそのあれなんだ、宝箱落とす時があって、あれこれ射程コマ2あるんだね。あー、思い出してきたよ。ちょっと待ってね、もう一回100いこう。これレベル上がってる？レベルじゃないな、レベル1のままだ。でもね、 HP の上限が上がってる気がする。攻撃力は上がってないのか。HP の上限30くらいあれば余裕あるんじゃない今後。23、もう一周くらいいくか。ねえ、どうしようね、これゲーム実況でやって。あー、ゲーム配信向きかもよ。もうほぼ雑談でいけるかもしれない。なんでしょうね、セリフが短いから。お、来た。お、ラッキー。もう率先してね、フィールドにいる敵は倒していった方がいいかもしれませんね。よし。あ、今度 MP が22か。で、ここがね、その、ある水の、なんかで使う水なんすよね。ここはディーネの泉の水には浄化作用があるのよ。でもね、そう、フラグ立ってない。行くか。なんか北の洞窟、憶測だけで行くっていう。これなんかこの辺に何にもなかったっけか、何にもなかったような気もするし、たまに何かを見つけたような気もする。わかった、もう基本的に何も説明してくれないんだね、このゲームで。で、いて、魔物に足をやられた。俺はダグ、あんたも木の原因を突き止めに来たのか。いえ、ここは危険だ。どうやらこの霧はあの洞窟に住んでいる、ポイズンリザードが吐き出しているものだし、あ、早くもポイズンリザードと。だがこの沼はディネの泉の水で清めないと渡れねえんだ。あー、なるほど、これでフラグが立ったね。頼む、俺の代わりにロゲの村を毒の木から解放してくれ。水汲んできたら洞窟に入れるって話か、ひとまずね。で、道具を使う？その他。6まで溜まるんだ。結構持てるな。水亀は泉の水で満たされた。これ、この道具の使うタイミング、思いつかないと、無理だね。ひらめきゲーだね。ああ、だから積んだんだな、子供の頃な。だって自動で始まんないもんね。沼の水は泉の水で清められた。なんだ、効果音すげえいいと思わない、このゲーム。あ、BGM もいいね。
問題はひらめきが生まれるかって話で、ひらめきが生まれなかった場合はもう攻略法を見ましょう。どうしような、レベル上げしようかな。するか。やっぱ30は欲しいな、 HP。なんか子供の頃これひたすらやってた時期あったな。でもこんな簡単に上がるっていうことは、俺子供の頃確かにひたすらやってたような記憶があるんだけど、その時間って実はめちゃくちゃ短かったのかもしれない。よし、30になった。近づくとね、ドラゴンの鳴き声がするんだよ。あ、もうもうボス戦です。早いですね。よし、頑張ろう。いるねー。まあ、ポイズンリザードって感じの顔してるわ。お前はディランの息子、まだ生きておったからすぐに親父の後を追わせてやる。わわわ、そういう攻撃してくんの。うわぁ、2食らう。マジか、結構食らうな。これ横にいた方がいいんじゃね。あ、ダメか。いや、まあ肉弾戦でいいような気がする。薬草どれくらい回復量あるんだろうな。でもなんだろうね、肉弾戦でいいんじゃないの。危ない。20か、回復量20か、ちょっと少ないな。そうね、薬草あるだけ。うわ、おし、いった。グフ、不覚を取ったがこの俺がやられるとは。だがじきに緑竜様が目覚められる。もうおしまいだ。うわお、やった。お、すげえ、倍になった。あ、そうなん。ピノーは父の仇を討った。もうこれでね、ストーリー終わりでいいんじゃないですか。ロゲの村を包んでいた霧が消えた。意外と記憶だけで一瞬でクリアしたね。ピノは宝箱を開けた。癒しの水を手に入れた。この癒しの水が詰まるところ何に使うのかっていうのをわかんないね。あ、お母さんか。お母さんだろう。お母さん、ロケの村行ってお母さん行って助けて王様に行って許しをもらい、西の大陸に行くんだろう。ああ、もうね、辻褄が合いましたね。これなんかもうちょっと射程があるといいな。タンカーとかね、ウィザードとかハンターは射程があるんで、楽ですね。ってことは何？ナイトが一番難しいのかな？そんなこともないんじゃないか、でも。ナイトは、案外攻撃力が一番高いとかありそうじゃん。ローゲの村、後で行こう。まずお母さんを助けようか。うわ、いっぱいいた。ディランはやっぱりね、一人だけめちゃくちゃいい家に住んでるから、なんかやっぱ村の英雄なんでしょうね。あ、アルミズそうか。癒しの水ってなんだ。じゃあ休んでいくか。体が資本じゃからな。ダグか。
アルミズソウ。音楽ね、変わってますから。もうこの世の春みたいなね。僕はロケの村です。あんたのおかげで村が救われたよ。そうだ、これだけ世話になったんだから礼をしなくちゃな。なに、アルミ層が欲しいって。じゃあこれを持っていけ。やったぜ。よくわかんないモブからもらった。俺が育てたアルミ層だ。家の中に置いていたんで毒の木にはやられなかったんだ。ダグかもしれない。ダグか、ダグだろうな。さすがに霧が消えて助かったよ。これでもう実家に戻っていいよね。そうか、まあルーラとかはないもんな。ドラゴンスレイヤー外伝発売からなんと今年でちょうど30周年かもしれない。おお、ある水が手に入ったか。今作ってやるぞ。ちょいちょいと母親の薬を手に入れた。よし、できた。早く飲ませてあげなさい。どいてー。ありがとうピヌオ、少し落ち着いたわ。あ、待て、いつの間にかこんなにたくましくなって。ドン勝手に使ったか。そうだね。いや、あれだね、王様でしょ。さすがに王様が相談したいことがあるとおっしゃっています。ついに立ち直ったか、王様も。魔法変えないかな。銅の塊うどん。うわ、高っ。え、そんな高いの？マジ？すげえじゃん。メダの説明、なんもないのね。まあ、多分さ、ここに入るから、回復だと思うんだよね。魔物を倒してしまうとは、さすがディラン殿の息子だ。世界に魔物が現れたり、ディランが殺されたりしたのは、眠りの王冠のせいなのじゃ。少し前、王冠の宝石に封じられていた4匹のドラゴンが突然復活し、宝石を持って飛び去ったのじゃ。ポイズンリザードはドラゴンが生み出した魔物の一つじゃろう。再び封印を施すには奴らの持つ宝石が必要なのじゃ。頼む、父親の後を継ぎ宝石を取り戻してくれまいか。断る。そうか、これで最後の望みが消えてしまった。まあそうだね。やるか。無理を言ってすまんの。早速じゃが、ロケの兵士が北西の方角に緑色の光を見たという。翼竜様か。もしかすると奴らかもしれん。これを持ってロケへ急ぐのじゃ。王様の手紙。それから、これは勇者の紋章だ。お前を正しい方向へと導いてくれるじゃろう。紋章？なんだろう、ナビしてくれんのかな。一刻も早く宝石を取り戻すのじゃ。これ装備でしょ。あ、装備にはないのか。え、使えない。ん？フィールドで使ったらなんか言うのかな。右44、上5みたいな。そこを探せみたいな。まあ、可能性はあるね。使ってみよう。使えないか。
そうだね、説明書見ればまだね。目だわ。あ、回復ですよね、この音は。さすがに回復でしょう。癒しの水って何なんだろう。回復かな、やはり。案外次の町行ったらめっちゃ安く売ってたりして。魔物が原因じゃったか、嫌なことが起きなければ良いが。それに、あー、はい、ここは道具を使いますね。ふむふむ、なるほど、わかりました。どうぞお通りください。さあ、こっからどうしましょうって話だね。街あるね。あ、絶望の街だ。西の街、エンブランです。ここから北に行くと天まで遠くくらい大きな木が生えています。その中にトネリコ村があります。木の中にイン。これ民家多分入んなくていいような気がするな、今後。いらっしゃい。これは大丈夫だ。あれ、お城だ。最近ヒダッカーという魔物が現れて困っています。ヒダッカー、魔法、目だ。北の方に緑色の光が流れていくのを見たわ。待って待って、何？その後草や木が枯れ始めて魔物たちが現れ出したの。しかし僕らはドラゴンとか魔物とか好きだよね。コルクは空を飛ぶ研究をしているんだ。しかし本当に空なんて飛べるのかな。空飛ぶのか、いずれ。そうなんだ。ないっすね、新しいやつないね。学者のコルクさんがヒダッカーに大事なものを捉えたって怒っていたわ。あー、たまに民家に人いる。これヒダッカーさんじゃなくてコルクさんだ。ヒダッカーめちゃんとなどなどに答えたのに天使の石を奪い寄った。天使の石は磨くと宙に浮くという珍しい石なのじゃ。石はまだいくつかあるからいいが、ヒダッカーには気をつけなされ。なるほど。まあ、北に向かうっていうことはなんとなく見えてきました。お城へようこそ。あ、ずいぶん簡素な。魔物が増えて困っておる強い兵士を集めねばならんの。王様の存在感ないね。あ、なんかあるじゃん、あそこ。なんだろう。もっと力があれば町を守ることができるのに。なるほど。いずれ来るね。はい、進むべき道は見えました。今の力で行けるのであれば、向かっていきましょう。セーブを一旦して、この画面の下にある黒い4つの丸が宝石が埋まるんでしょうね。んで、まあレベル上げもすべきだけど、レベル上げというかモンスター倒しもすべきなんだろうけど、必要がなかったらもうガンガン進んでいい感じだね。お、どう？うわ、銀の塊だって。これ絶対高い。まあレベルが上がるのはさ、そのあれ、もうボス？セーブだ。
そう、レベル上がるのはさ、ボス倒さないと上がんないからさ。俺様はヒラッカー、謎の音に答えられればこの橋を通してやろう。挑戦してみるか。問題です。お城がない村はどれでしょう、ロゲ。くそ、俺様が負けるとは許さんぞ。まあそういうことしていくわな。あれ、こいつはでも撃ってこないぞ。ひたすらこれやってれば勝てるんじゃないの。ま、待って、俺様の負けだ、見逃してくれ。はい、ありがとう、僕のことは忘れないでね。え、これ回復でも弱い。10しか上がんない。マジか、全然上がんねえじゃん。天使の石を手に入れた、やったぜ。コルクさんのところに一旦戻るか。ここ気になるなぁ。あ、魔物の巣だ。あれ、これこんなサクサク進むゲームだっけ、そもそも。あと薬草は、あれ、もう街が明るくなってる。嘘、トネリコ村には行くでしょ。え、あれ違う、いない。天使の石を返しに来たりだと、それはヒラッカーを倒してくれたお礼に取っておいてくだされ。空を飛ぶことに興味が湧いたら、わしがいつでも教えてやるぞ。あー、忘れそう。そうかそうか。まあ薬草買いましょうか、どっかで、どっか、道具屋さんで。道具屋が見つからない。あった、いらっしゃーい。よし。まあ魔法は使わないしな。トネリコ村を目指してみよう。ヒダッカーめちゃくちゃ弱かったんだけど。なんかそっちの方が気になるんだけど。入れない。村のみんなを助けてください。数日前、緑色の光がこの巨大樹に落ちました。そして光の中から大きな化け物と魔物たちが現れて城を作り始めたんです。村のみんなは捕まって城の地下道に閉じ込められています。なるほど。あ、もう村か。ここはトネリコです。どいて。まあ基本やっぱいないよな。広。ここは美しい村でした。今ではその面影もありません。モンスター出てくるじゃん。あ、待って、ここがダンジョン。いやいや、ダンジョンの前にとりあえず武器屋さんとかを把握したいが。魔物の住処は村の奥です。ないね。お、薬草。さあ、新しい道具何かあるかな。
ないね。ないか。イン。あ、謎の扉。開かない。扉は封印されている。ないのか。武器屋とかないんだな。そうなんだ。セーブだ。さあ、このダンジョンもうすでに私の記憶からはないですね。おお、地下牢。あ、ん？銀の塊。あ、地下牢。おお、巨大樹が鳴いている。化け物の出す胞子で木が腐りかけているのですが、お願いです。じゃあ巨大樹をあの化け物から救ってくだされ。いいえ、どうすればいいのじゃ。やるよ。おお、ありがとうございます。じゃあ、そうじゃ、村の祭壇にある宝を使ってくだされ。村の祭壇？曲がったま、曲がったま、曲がったま。祭壇の扉は曲がったまで開きますじゃ。ああ。はい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 。助かりましたじゃ。つまり、曲がったまがあれば、封印された、扉が開くんだ。なるほど。おぉ、いっぱいいるな。なんか、レベル上げしたいんだけど、ここじゃない感じ、すごいするな。あ、なんか一発重くない？まあ、薬草いっぱいあるからちょっと、ああ、でも効率悪いかな。悪いな、ちょっと効率悪いな。というか、ん？強いぞ。あれが、敵が。このモルボルみたいなやつは大丈夫だけど、ゴーレム強いな。これはトラップっぽいけど、宝箱ありそうなんで、トラップだった。一発でね、倒せるようになりたいよね。あ、もう近い。お、近いよ。泣いてるね。あ、いるわ。いるね。戦えるかな。戦えなかったらレベル上げし、レベル上げというか HP 上げしないといけないもんな。装備もめっちゃ持てるんだ。いっか。開いた。うわ、そんな感じなん？私の復活を邪魔するのはお前か。勇気あるもよ、あるものよ、地獄でその無謀な勇気を後悔するがいい。どうやって攻撃するの？あ、待って待って。ああ。横向きってわけじゃない。一発重。ちょっと待って。引いた今、俺。一発重。昨日は倒れてしまった。こんなはずではなかったね。そうだね。こっからスタートは、マジで言ってんすか？これはまずいね。一回死んだらここスタートだ。マジで言ってる？これまずいね。これ、どんな雑魚敵でも、
100いったらあかんのかね。ちょっと試してみよう。これだったらさ、もう残り20分ぐらいひたすらやってたいなって感じするな。なんかせめてさ、セーブしたところに戻してくれればいいんだけど。こんな初期の初期まで戻されるのって思った今。これどう考えてもね、時間あるうちに一気にやっちゃった方がいいよね。カタツムリがいる。100ぐらい上げたい。 HP100 ひたすら連打。今日はもうね、 HP をね、100くらいまで上げて、まあ1回ぐらい欲を倒しにというかね、見に行って、終わりかな。だから残り20分ぐらいこれずっとやってます。というか残り10分ぐらいか。でも簡単に上がるな。レベルじゃないけど、何回も間違えるけど、攻撃力がしょぼいだよね。あ、ってことはさ、ちょっと、わかったぞ。マップ下に入って、村か町がないか調べてこればいいんじゃない？うん、それもやろう。というか、もしかしたら、このゲーム負けても戻されるだけでペナルティーがないのかもしれない。そう考えたら根気さえあればクリアできるね。アクション性がそんなにいらないか。これは、まあ、無の時間帯だよね。あと、まあ、レベル4、レベル、また間違えるけど、あと400匹ぐらいやれば、100はいくかな。で、この時代なんで、さすがに255で止まると思うから、最初から強くして立ち向かうべきかも。まああと3回だろうな、 MP 上がるのも考慮すると。
よし。で、この下のマップに入ると敵が強かったような気がするんだよな。あ、全然強くない？どれくらい食らうんだろう。いや、でも戦えるか。いや、硬すぎる。あ、一発重っ。37。重っ。あー、これ、なんだ、岩。岩を動かさないといけないんだ。うわー、作戦失敗じゃない。だって武器防具売ってなかったもんな。これ戻されるのが嫌だね。どこでもセーブ機能を使うか。これ戻しが発生するっていうことを考えたらこの時間もったいないよな。で、せめてここかな、戻しね。扉開かないかな。祭壇のとか言ってたよね。開くんじゃない、実は。マガタマ持ってれば、ここ開くんじゃないかな。開かなかったー。一泊いくら ?15。結構取るな。おはようございまーす。祭壇、祭壇ね。一応あの話であったのは、多分こっからモンスターが湧いてきたんでしょうね。どこでもセーブ機能を使おう。まああとは体力勝負だから、まあ、今日中に竜は倒せるんじゃないかな。さあ、到着しました。どこでもセーブ、設定しよう。セーブ。で、これでクイック、セーブ、クイック、ロードがね、ロード強、クイックロードがね、できるようになりましたんで。はい。行きましょう。ぬはははは。一発重っ。危ない。一発重いな。一発重いけど、薬草も20しか回復しないのか。だったら魔法連打の方がいいかもな。これで俺もこっから連打して、おっと、こういう頭の悪い作戦で勝ちに行こう。まあこれ、まあ実質無料ですもんね。あの魔法使えばね。危ない。
やばいな、思ったよりダメージ入れられてないな。ロード。今の肉弾戦じゃダメか。まあそういうことだよね。避けるってことだよね。いやでも食らうな。遠目に行って避ければいいんだよ。で、やつ、そう、火の玉放ってるうちは攻撃してこないから、3発で死ぬ。ちょっと待って。むず。むず。なんか近接であることが嫌だもん。2発ゆるい。でさ、ゆるい。遠いと早いんだよな。ちょっと待って。あれ？なるほどね。止まるとそこが復活のポイントになるんだ。しかし。どうやって倒すんだろうな。なんか接近戦で倒すぐらいしか思い浮かばないんだけど、有効な倒し方。無駄に食らったな。ちょっと待って、早い早い。終わった。もうなくなっちゃった。そんな強いんこいつ。うわー、ちょっと待ってよ。なんだ、ナイトでどうやったら有効だができるんだ。避けて一発、避けて一発か。やっぱりもうなんか絶妙なんだよな。避けて一発、避けて一発。斜めが早い。待って待って、はいはい、はい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 。これで首の位置だな。斜め早い。斜めが早いな、確かに。いや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 、斜めが早いが。ってことは横から肉弾戦でついていけばワンチャン？ワンチャンっていうかさ、待って待って、早い。早いな。ここに入ってひたすら打っていくか。ダメだ、あそこも良くないな。初期の下から打ってる方がまだ余裕があるか。まあそりゃそうか。ダメ、これは近すぎるな。これ死ぬね。あぶね、一発重いんだよな。三発食らったら終わりだろ。魔法目だしかないしね。危ない。終わった。
終わったな。欲を強っ。こいつ、こいつ関係ないもんな、ここいても。で、撃ってこれないんだよね。腹攻撃してもしょうがないもんな。この安全なところから首切っていけばさ、ダメージとか入んないんかな。入んないだろうな。ああ、ほら。首に触れるとアウトだけど、頭しか当たり判定ないな。どっかに安全圏のある当たり判定がありそう。ここは、ダメだ。そこはダメか。ほう？ここだ。あそこはなんか、いい。わかった。わかったけどね。場所は分かったね。あと忍耐だな。で道具、魔法の壺。あ、結構回復するな。魔法の壺大量買いか。そうだね、魔法の壺大量買いで癒しの水を使ってみてもいいかも。よし、行った。グハ、なぜだ。よく竜であるこの私がこんな小僧に負けるとは。なぜか教えてやろうか。こっちはね、もう10回くらいやってっからだよ。そんなバカな、うわぁ、体が崩れていく私の体が。やったぜ。うわ、めっちゃ強くなった。レベル上がると、超楽。イビルストーン。早くも、一つの竜を倒してしまったか。武器っすね。攻撃力上げないと、伝説の剣とか、どっかに。落ちてないんすかね。もう一回入ると何にもないよな。まあ次のボスまでに HP200 ぐらいはなっておきたいね。いやー、どこでもセーブ機能を使ってね、昔のゲームすんの楽しい。なんだろう、過去の思い出を捕まえに行ってる感じがすごいする。あれ欲しいよな、なんかプレステとセガサターンのゲームとかをこういう風にできる、なんか互換機ありますよね。あれいいなって思う。でも、なんだっけかな、結構高いだったか、品薄で買えないんだよね、なかなか。予約しないと。予約しても、半年一年待ちみたいな。でも、それにね、こう、データ読み込ませておくとね、ディスク入れなくて済むから。ああ、もう、みんなハッピー？頑張って村を立て直すわ、ハート。ありがとうございました。これで村も安心です。これを持って行ってください。大地の守り。何？大地の精霊の力で傷ついた体を癒してくれるでしょう。ごめん、なんか今くしゃみ出かけた。あれ、回復アイテムなのか強化アイテムなのかで分かんないよな。村を救ってくれてありがとう。え、使ってみる？癒しの水も気になってんだけど。天使の石とかは、そう、大丈夫だと思う。いや、使えないよな、なかなか。ここは、トネリコです。いや、どいて。
長老とかは。次どうしたらいいのかだけ聞きたいんだけど。封印されている。はあ、いないね。え、地下牢もう一回行く？いや、それはないだろう、さすがに。あの簡素な城のある村に行こう。してか。あれ、なんかバグってんな。え？あ、治った。え、どこでもセーブ入れたら今バグりのデータになってたね、今。なんかフルカウントしてましたけど。いやー、ヒントくらいくれるでしょう。え、くれない。え、食えない。え、どこに何しに行ったらいいんだろう。うん。あ、道具として、ごめん、もう喋ると間、咳が出るようになってしまった。道具としてマガタマ使えばいいんだな。天使の石使ってみようかな。使えないんかい。ちょいと村に戻ろう。村に戻ってマガタマ使えなかったら、地下にいる長老に会いに行って、分かんなかったら実家に戻るっていう手もある。あるな、それはあるな。まあ、意外とマップ小さいですからね。先にこっち来るべきだったんじゃない？強い装備ある。水晶の、だってこのゲーム道具使う場面と勝手に進む場面があるんだもん。癒しの水。強い武器あった。長老クリス、長老うわ段違いじゃん。何倍になってんの？ 3.5 倍くらいになったよ。クリスタルメール。うわー、マジかよ。え、余裕だったじゃん。翼竜。もうマジで言ってんすか。そうなん？マジか、辛いことをしてしまったな。よく頑張ったな。そりゃ10回もかかるわ。長老がもういない。だんだん選択肢が狭められてきましたね。
これ多分実家に戻っていいと思うんだよな。実家に戻って西の魔物倒しましたよって言ったら、なんとお主ならやってくれると思ったわ。実は南にも魔物が出ての、マジかみたいな、休めないのみたいな感じで南に行くんじゃないの。まあ、元はといえば彼はドラゴンスレイヤーではあるけど勇者であるわけではないからね。そうなんだよ。ただなんかもう善意でやってるわけだ。わあ、ゴーレム一撃で倒せるようになってる。鉄の塊。油断するなよ。あ、これ実家に戻っても何にもないパターンあるな。誰もヒントくれないんだよな。なんか忘れてるか、それとも、でも進むべき方向はなんとなく見えてるよな。お城の中の謎の扉と、もしくは南。でも絶望の音楽だな。王様が相談したいことがあると。そうかそうか、王様。母さん、ただいま。よし、王様のとこ行こう。じいさん、どいて。王様頼む。やはりあの光はドラゴンじゃったか。ところで最近南で怪しい人影を見たという噂を耳にする。やはり南か。信じるわけではないが、どうも気になるのじゃ。でも南行ってもさ、岩があって進めなかったじゃん。進めなかったよね。あれ、まあ行ってみましょうか。まあ南に行って良きところで今日は終わりみたいだね。町があったのかな。お、私の名はバルドル。お前にとってこれから先はもっと辛い旅になるだろう。だがお前は選ばれたのだ。勇気を持って進めばきっと道は開かれるはず。また会おう、選ばれし者よ。あ、道が開いた。敵強い？そうでもないか。あ、でもちょっと水晶の剣で引っかかるな。あ、でも三発。町がある。ああ、海賊っぽい。宝を取られた奴らは町や村を襲って金目のものを奪っている。俺はポトフから奴らを追ってきたがこのざまだ。美味しそう。あんた強そうだな。礼はするから手を貸してくれ。いいえ。誰だって命は惜しいよな。まったく。はい、ということで、今日はこの辺で終わりにしましょう。また次回ね、この続きやっていきましょう。ほぼ手探りですが、言うて一本道は一本道だと思うんでね、分かんなくなったら、あるかどうか分かんないけど攻略法を見てやっていきます。ということでこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。